はい、どうも皆様、ホローボンおせつでございます。今回使います武器は2つ目のハンドガン RK5 3点バーストのハンドガンになります。このハンドガン BO2 の頃の、ベレッタ 23R とちょっと似ていて、性能的に似ているところがあって、まあ、3点バーストのハンドガンというところで、ですね、とてもレートが速くて連射速度に優れる、近距離はめちゃめちゃ強い、ショットガンに負けないくらいだけど、中距離、遠距離、かなり厳しいです。オッケー、あの距離はなんとか倒せますね。とてもね、連射しまくると、ブレブレで、倒すのがめちゃめちゃ難しいんですよね。だから遠くの敵を狙うときは、なるべく間隔を空けて撃つようにすると、意外といけちゃう。感じなんですよね。危ない、もう一人いるな。トマホーク、今回はコンカッションとトマホークを持ってきてもらいます。来い、あ、うまいな、後ろから来るでしょ。危ねえ、いや、いるな、危ない、リージャック、今回もノーボットのリージャックだ。あれあれ、とった、弾がない、た、た、弾、弾、弾、グレネード来るぞ、グレネード。ちょっと待って、今すごい俺のキャラクターのノーマットがこっち見た、こっち見てたよね。超カメラ目線で今死んだよね。あ、OK、UAV 投入。こっち側か。どっか来る？前から。危なかった。来るぞ。いるね。いるけども。危なかった。前にいるな。あ、当たってるけど。オッケー、3発しかない。そこ来るかな。すごいここ大人気だね。その中で戦ってるな。はい、なんだ、うーわー、横か、取られちったな。当たんないな。あ、ちょっとしまった、コンカッションミスったな。嘘だろ。うぃぃぃぃ、すげえ格闘家がいるぞ。めっちゃ走ってきてる。なんで、なんで、なんで、なにがどうなった。痛い。 OK、 倒した。右からなんかスナイパー撃ってたな。危ねえ。あ、リジャックだ。危ねえ。よかった、気づけた。意外と気づけるもんなんだね。敵がリジャックするところ見たことないからね。あと、うわー、あっ、オッケー、行くぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、あー、弾が切れてたのか。スカベンジャー持ってきてる意味っていう感じだよね。サプレッサーだ、奥だね。この中にはいないかな。飛ぶ音が聞こえた。後ろか。あー、うまっ。マジか。やるな。いるぞ。いるけどやられちゃった。さすがこのマップはここら辺熱いね。あれ？いたぞ。いたぞ。ファイヤーブレイクを処理。どう来る？なんかすごい、あの人隠ついてる。あはくそー、タクティカルマスクは欲しいな。適当に投げまくる。あ、今いたな、スナイパーだ、あんな勝てるわけない。だが俺は行く。あ、あー、取られちゃった。いやー、無理。なんだ、さっきからなんかすげえ取られるような気がするんだけど、運が悪いな。どこ行った。すげえ瞬間移動してる。あー、リジャックか、びっくりした。
オッケー。ルインダウン。ルインダウン。弾がないな。結構ね、レートが早い分、しかも標準で15発だからね、焦って急いで5回トリガー引いちゃうとね、すぐ弾なくなっちゃうんですよね。あーやばい、これまずいんだ。 UAV スタンバイ。 UAV スタンバイ。めたな。 OK 右。ケアパッケージスタンバイ。無理だね。来る。ファイアブレイクは死んだ。あーちょっと弾、弾ないからな。弾ないからやめとこう。ガーディアンまで行きましたね。意外といける。ここに置きます。ガーディアンシステムオンライン。危なかった。ガーディアンシステムオンライン、そこです。いる。当たったな。うっそ、取られたな。あ、誰か当たってるな。危ね。ファイアブレイクダウン。ケアバケをここに出して安全に確保したい。安全に確保ってなんだ。安全に回収したい。そこでね、狙ってる人がいるんだよね。ローリングサンダーちゃん、君を待っていた。ローリングサンダーレディ。どうしようかな。この辺。ローリングサンダーを要請する。来ないね。こっち側に敵が来てた。ちょっと危ね。オッケー。来い。来ないか。前にいるぞ。ヘイメーカー撃ってるな。前進して行った方が良さそうだな。上にいるな。降りて。あーマジか。今の倒したかった。あ、ちょっと待て待て。話がある。君に話がある。うっそマジでか今の。あーちょっとバカ野郎。バカ野郎だ俺。ガーディアンは稼働を停止する。なんだってガーディアンが。オッケー。オーバーウォッチダウン。来い。オッケー。ちょっとリスポンでかわいそうだけど。どこにいる？前か。前の方でパーティーしてる感じかな。え？え？どこだ？この中か。オッケー、もう一人来るでしょ。そっから来て。来ないな。うわ、走り出したら来るんだよねいつも。ペイメーカーだ。片付けた。よいしょ。後ろリジャックで待て。どこへ行く。オッケーよっしゃ、なんとか、最後決めれましたね。はい、この武器ね、遠距離、中距離、とても難しくて、間隔空けて撃つと、なんとか倒せるかなっていう感じですね。これは、本当にサブウェポンみたいなサブウェポンですね。これメインで使っていくのは、かなり練習が必要だと思います。はい、私もこの武器をどんどん練習して、これだけでも十分戦えるようになりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。今回は RK5 だったかな。3点マスのハンドガン使いました。また次もよろしければぜひ見てください。それじゃあ、またね。